おはようございます。オーダースーツ佐田社長の佐田信孝です。今日は佐田のオーダースーツの運動性と耐久性を確認するために白馬岳に登っていきたいと思います。オリンピックやった白馬リゾートの白馬の語源となった山ですね。雪のある大雪渓を登りますが、今日はスーツに革靴で挑戦していきたいと思います。頑張ります。では出発します。まず大雪渓まで1時間ですね。頑張ります。頑張ります。樹林帯歩きですね。よし、よし、はい、綺麗な稜線が見えるところに出ました。この稜線は明日歩いてね、津田池の方に降りる計画です。暑いんで上脱いちゃいました。頑張ります。いや、顔綺麗ですね。雪渓が見えてきましたね。あれが大雪渓、小雪渓ですね。あれ登り詰めて白馬岳に向かいます。頑張ります。雪渓に入るスタート地点に着きました。このゲルまでが一応トレッキングコースで、ここからが本格的な登山道という扱いになってますね。ここからは雪渓なんで、チェーンアイゼン持ってきましたから、チェーンアイゼン履いて頑張ろうと思います。行ってきます。到着完了です。いい感じです。本当に冷気がね降りてくるんで涼しいですね。落石が危ないんで落石注意して頑張ります。おー、雪渓登り始まりました。楽しんでいきます。いやー、綺麗ですね、天気ってね。少しシャドウが出てきました。いやー、やっぱ雪渓の上涼しくて気持ちいいですよ。スーツがちょうどいいですね。そうですね、半分ぐらいまで来ましたね。もうちょっとで設計が終わりますね。あ、この上に投石機あります。よし、頑張ります。はい、ひとまずここで大設計終わりですね。はい、全部行きましょう。今、大設計登り終わりました。やっぱ結構長かったですね。この後また小設計が上にあるんで、改善履いて気をつけていこうと思います。頑張ります。もうちょっとで小設計だと思います。よし、小設計に着きました。もう一回ね、こうアイゼン履いていきたいと思います。気をつけていきます。いやー、涼しいですね。今日泊まる小屋がね、泊めました。頂上宿舎です。ちょっとありますが、頑張っていきます。行きます。はい、登ってきました。いやー、でも、天気いいですね。いやー、涼しくなってきました。気持ちがいいです。よいしょ。標高2553m。2500m ぐらいまで来ましたね。本当にもう一登りでまず山小屋です。頑張ります。
もう山小屋見えました。もう一登りです。頑張ります。小屋着きました。よいしょ。ほら、はい、着いた。よーし、はい、はい、着きました。今日ここで泊まって、明日は蓮華岳の通ってね、栂池に向かいます。今日は休みます。どうもお疲れ様でした。おはようございます。2日目の朝です。天候に恵まれました。見てもシャクシタケ、白馬やりやがれと、白馬三山のね、きれいに見えてます。今日はあっちじゃなくて、こちらの白馬登って、そこから蓮華通って白乗り、白馬乗鞍岳通って栂池の方におります。本当に綺麗ですね。富士山も映ってるんですよ。見えるんですよ。わかりますかね。暑くなりそうですが頑張ります。2日目出発します。気をつけていきます。よし、よし、白馬のねもうピーク見えましたんで、あそこまで行きます。白馬山荘着きました。もうピークまで一登りです。頑張ります。頂上に着きまーす。これ頂上ですね。はい、頂上着きました。どうもお疲れ様です。いい景色ですね。剣が見えて、あっちに槍も見えますね。あっちのね富士山とか見えるんですよ。本当にいい景色で、ここから蓮華通って白乗り通って栂池の方に降りようと思ってます。最後まで、ね、気をつけて頑張ります。ここから下山します。はい、もう最後気をつけていきたいと思います。いい天気です。まあ下り気をつけていきますね。よいしょ。本当にいい景色、いい天気で最高です。まあとにかく気をつけましょうね。よし。しかしあれですね、高山植物がお花畑が綺麗で最高ですよ。コマクサが咲いてました。結構群生してますね。これがキジムシロですね。黄色いお花綺麗ですね。これは二山大根草ですね。葉っぱが特徴的ですね。岩爪草ですかね。綺麗ですね。早松の陰に咲いているのが津賀桜ですね。咲き終わり気味ですがウルプ草ですね。この辺で珍しい、北海道でしか見れない高山植物ですね。キバナのコマの爪、スミレの仲間ですね。広くて綺麗ですね。コレンゲ岳に着きました。白のりの方を通って栂池まで降りていきます。もうちょっとなんでね、気をつけていきたいと思います。頑張ります。あそこは、白馬大池ですね。で、ぐるーっと尾根歩いて、でその先がもうピーク見えてるんですけど、白馬乗鞍岳、そこから一気に天狗原に降りるというルートになってますね。まあ、まだちょっとありますんで頑張ります。シングルマが咲いてます。はい、綺麗ですね。岩鏡ですね。奥の方にも咲いてます。結構ピンクで綺麗ですね。白山風呂ですね。これも紫で、綺麗な花です。シングルマが群生してます。こっちの白いちょっと大きいのが白山一毛ですね。アズマギクが咲いてます。今ちょっと人登りして船越の頭に着きました。ここから下って白馬大池、そこから白乗り天狗原ですね。頑張ります。はい、どうも。
もうちょっとで白馬追い池です。頑張ります。随分降りてきましたね。白馬追い池に着きました。あれ白馬追い池山荘です。もう一頑張りですね。頑張ります。白馬の陸羅岳の頂上まで来ました。ここからはあと下ってですね、天狗原通って栂池のスキー場の方に上がります。本当にもう一息なんで頑張ります。ライチョウがいました。いや、ライチョウに会えましたね。天然記念物のライチョウです。可愛いですね。また設計です。いや、ひんやりした空気が気持ちいいです。滑らないようにね、気をつけますんで。はい、もうちょっとです。はいはい、はい、着きました。キバナシャクナゲが咲いてます。高山にしかね咲いてない品種です。おお、ぐず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 、よしよし、ぐずぐずです。危ないです。最後の設計ですね。はい、頑張りましょう。よし、天狗から来て木道が現れました。快適です。はい、頑張っていきます。なんか開けて綺麗ですね。天狗原に降りてきました。天狗原の祠ですね。ここからもうロープウェイまで通して進んで注意していきます。滑るね。よし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 、イエーイ、最後の設計終了。オーダースーツ佐田社長の佐田信孝です。佐田のオーダースーツの耐久性と運動性を確認するために白馬岳に挑んでまいりました。結構ね、長い設計があったり、他にも結構泥のね崩れそうなザレザレのところ頑張って降りてきましたが、どうですか、見てください。このスーツ、このままビジネスミーティングに行けるレベルを維持できていると思いませんか。佐田のオーダースーツは白馬岳に登っても大丈夫です。